日ミーティングあるんやけど、はい、俺から行った方がいい。え、彼氏おったんすか。いや、あのシングルマザー。あ、いや、実は二卵性の双子。いや、まあ、めっちゃめでたいことやから俺はもう連絡しいと思うし、応援してるんだけど、もうちょっと早くちゃんと気にしといた方が俺らもさ、だから最近ちょっと休んでる。そうそうそう、そう、なるほど。ちょっとさせなくてごめんな。みんなにさ、子供の名前決めとくってことさ、キリト好きやな。ボトル君、フォーとエイトにしようかなと思って。フォーとエイト。ニコラス。ソーセージ。ソーセージか。男の子、女の子。まだわからへんといいの。まだ2ヶ月ぐらいやから。メンボリー。エイ君と。たまごっち。たまごっち君。おお、めっちゃいい。まあ、どんな意味が込められてるの。まあ、卵みたいにコロコロ潰せそうな。やめろ、潰すな、潰すな。いや、でも笑い事じゃないから。そうです。人間にさ、バカにすんだよ。すいません。お前しっかりしろ。すいません。これ、ウィンボリン。それとサンボリン。それはどういう意味が込められてる。あの、ガンバリンみたいにはしゃぐ楽しい子っていう意味と、あの、トランポリンみたいに跳ねてほしい子。タコだよ。セナが、え、どっちが男の子でどっちが女の子。メンボリン君が男の子に決まってるやん。サンボリン君が男の子だったらどうなんねん。サンボリンちゃうやん。わけわからへん。一応候補的には女の子、女の子の可能性が高い。あ、じゃあメンボリン君。メンボリン君はどんな意味が込められてる。メンボのように丸く潰せそうな感じ。そうそうそう、潰せない。すいません。エンちゃんこの前やで。すごく生まれてくる気があってんじゃん。どういうこと。いやいや、そういうことだよ。やめよ。でも、キリギリスと。ああ。ありとキリギリス。ありとキリギリス。ありとキリギリス。決定でいこう。オッケー。よし、じゃあこれからもうエンちゃん、じゃあ頑張っていけよ。誤解するから嘘です。誤解するから嘘。え、嘘だ。嘘。え、マジ。嘘。知ってたのよ。あ、なんか一卵性って聞いてたけど二卵性って報告してたからびっくりしちゃった。なんだ、一人だけ。なんで嘘ついたんですか。なんで嘘ついたんですか。僕信じてたのに。今日4月1日でもないのに。エイブリルールでもないのに。一人だけらしいです。一人だけらしいです。ごめんなさい、視聴者の皆さん。一人だけらしいです。誰じゃない。そんなことも言いません。言ってません。なんだよ。なんだ。時間の無駄だからちょっとやめてさ。けど、おとちゃんのお腹の中に。うん。バルタン星人。え？バルタン星人。バルタン星人って名前？バルタン星人がいる。バルタン星人がいる。バルタン星人がいる。おおおお。よか。間違えた。あまりの君、あまりの君。え、ああ、まああれ知ってるよ、みんな。こいつはもうだって山ほどおるやん。4ヶ月目で8人目です。やっぱめっちゃ名前はシンデレラ。どういうキャラ、どういうキャラ。